NATO ウクライナの支持回復を確信、支援継続も約束。北大西洋条約機構 NATO は21日ドイツ南西部ラムシュタイン米空軍基地で開かれたウクライナ支援に関する関係国会合で、ウクライナが待望されている反転攻勢で支持回復できると確信していると表明した。出席した約50カ国はウクライナへの揺るぎない支援を約束した。NATO のイエンス・ストルテンベルグ事務総長は、ウクライナが必要とするさまざまな戦力やシステム、物資について議論したと説明。ウクライナが今度こそさらに多くの領土を解放できると確信していると述べた。会合を主催したロイド・オースティン米国防長官も、ウクライナを支援する同盟国の取り組みによりウクライナ軍は戦果を上げ続けることができるとの見方を示した。ロシアはこの会合に反発。外務省はウクライナの同盟国の行動はウクライナ紛争への直接的な関与と軍事作戦計画への参加を認めるものだと非難した。ロシア大統領府クレムリンのドミトリー・ペスコフ報道官も、 NATO はウクライナを自陣営に取り込もうとしていると糾弾し、ロシアが自国の安全保障を確保するためにこの作戦、ウクライナ侵攻を開始したのは正しかったとの考えを示した。台湾有事の際に必ずロシアも北海道近くまでは軍を出してくる。日本の動き、そして東日本の在日米軍をなるべく牽制するために、そうならないためにも日本も他人事ではない。中国爆撃機が沖縄付近を連日通過、東シナ海と太平洋を往復。ロシア核搭載可能な爆撃機8機飛行、オホーツク海と日本海。防衛省統合幕僚幹部は22日、中国軍の H6 爆撃機2機が沖縄本島と宮古島の間を抜け、東シナ海と太平洋を往復したと発表した。中国爆撃機は21日午後にも同様のルートで2機が飛行しており、2日連続となった。同省は中国の意図を分析している。防衛省によると爆撃機2機は22日午前から午後にかけて飛行。航空自衛隊の戦闘機が緊急発進、スクランブルして対応した。いつまで黙認を続けるのでしょうか。火薬庫のような核保有国に囲まれる日本は、いつまで非核三原則を続けるつもりですか。今日本がするべきことは核武装を始めることです。周囲の俺様国家が平和主義の日本様には手出しはしませんよと手加減するわけはない。弱い国は滅び、強い国家が生き残るという事実は歴史が証明することです。このまま現状放置すれば、南西諸島も北海道もどうなるかわかりません。いつまでも戦後体制にこだわって核を否定することは、電気が発明されてもろうそくを使い続けることに等しい。亡国となりたくなければすぐに核武装するしかありません。国連もアメリカもいつという時に助けてくれるはずもない。北海道、津軽海峡沿岸、北陸、南西諸島、小笠原諸島などに核ミサイル基地を配置することです。自分の国は自分で守るという毅然たる態度を取ることは、むしろ一目置かれ尊敬される国家の一歩になるでしょう。ロシア国防省は19日、太平洋艦隊の臨戦態勢の緊急点検と銘打った軍事演習の一環で、核兵器を搭載可能な TU-22M3 爆撃機8機がオホーツク海と日本海北部の公海上を飛行したと発表した。国際法を厳守し、他国の領空侵犯はなかったと説明している。極東の演習に投入する爆撃機の数としては異例の多さとなった。緊急点検はプーチン大統領の命令で14日に開始。北方領土への上陸を阻止する演習が含まれ、ウクライナを支援する先進7カ国、G7 の議長国、日本を牽制する狙いとみられる。こんな国に未だ残る日本企業、企業理念、コンプライアンスは形式だけかな。そもそもウクライナ侵攻した時点で撤退すべきですよ。コンプライアンス、コンプライアンスというだけではダメ、実行しないと。西大西洋の海中に不気味に潜む潜水艦、芋洗い状態で正面衝突の危険も。米ロの除き10カ国地域が西太平洋で潜水艦を保有。2023年4月8日から3日間にわたり、中国は台湾の包囲軍事訓練を行い、蔡英文台湾総統の訪米に対して恫喝した。その際、中国海軍の2番目の空母山東の包囲訓練初参加に注目が集まったが、むしろ専門家は空母の下に潜む中国潜水艦の存在に興味を示していた。4隻から6隻が水深数百メートルあたりで山東のロシア払いを務めているとみられ、
虎の子の空母を海の中からもガードできるという自信の表れとも分析されている。太平洋の中でも特にアジア、オーストラリアの両大陸に面するあたりの西太平洋地域の海の中は、中国の海軍力増強を機に20年ほど前から潜水艦軍拡競争が勃発し、全世界に600隻弱ある潜水艦の実に3隻に1隻、200隻ほどがここに集まっていると見られるからだ。イギリスシンクタンク国際戦争研究所 IISS の最新報告書ミリタリーバランス2023年版を中心に、激動する潜水艦事情に迫ってみると、米ロを除いて10カ国地域以下が西太平洋で潜水艦を保有する。中国59隻、日本22隻、韓国19隻、北朝鮮約20隻、小型潜水艦は除く、台湾4隻、ベトナム6隻、マレーシア2隻、シンガポール4隻、インドネシア4隻、オーストラリア6隻。この数字を見ると中国が最大で日本の実に2倍以上保有しており、その他タイやフィリピンも導入に縮小を伸ばしているとみられる。地球最後の日に備える原子力潜水艦の驚愕の任務。潜水艦といってもピンからキリまであり、まず体格だが特に正式な区別はないものの、仮に水を満杯にした大きな湯船で完全に沈めた時に溢れる水の重量、水中排水量、単位トン、以下銅で比べると次のような目安で区別できる。およそ500トン以下小型潜水艇、700トンから2000トン未満小型潜水艦、2000トンから3000トン未満中型、3000トン以上大型、基本的に大きい方が外洋で長期間作戦が続けられるため有利だ。また小型潜水艇は主に北朝鮮が多数装備し、これも含めて北朝鮮の潜水艦の数はアジア最大とするメディアもあるが、性能は限定的で外洋での作戦も困難なため、一般的な潜水艦と同列に扱うには無理があるだろう。また潜水艦は搭載するエンジン、機関でも原子力潜水艦、原潜と通常動力型潜水艦に大別され、原潜は空気、酸素が無用な核分裂で莫大なパワーを発揮する原子炉がエンジンで、核燃料を一度詰めば10年以上無補給で航行できるのが最大の特徴だ。乗組員の食料と精神力が持つ限り何ヶ月でも潜航でき、乗組員の酸素、飲料水も豊富な電力で海水から大量に製造できる。通常型は普通のディーゼルエンジンを乗せた在来型の潜水艦で、浮上時はエンジンで航行し、この時バッテリー充電も行う。潜る時は空気が得られないのでエンジンは使えず、浅い潜航ならシュノーケルで大気を取り込める。バッテリーの電気を頼りに潜航するが、数日が限界だ。近年は通常型の潜航時間を数週間に伸ばせる AIP、非大気依存推進という先端技術の採用例も増えている。液体酸素と燃料、化学剤を反応させてエネルギーを得る方式や燃料電池が主流だ。原潜はさらに弾道ミサイル原潜、戦略ミサイル原潜 SSBN と攻撃型原潜 SSN に分けられ、前者は巨大な核弾道ミサイル SLBM、潜水艦発射型弾道ミサイルを何発も垂直に並べて搭載し、何ヶ月も海中に隠れて地球最後の日に備える核抑止が任務だ。核弾道ミサイルを使えば人類滅亡が確実なので、使えない兵器と皮肉られ、じっと隠れているのが鉄則で、敵潜水艦への追跡、攻撃はまず行わない。これに対し後者はまさに敵潜水艦、艦船を魚雷やミサイルで攻撃するのが主任務で、SSBN の護衛も務める。通常型のほぼ全てが攻撃型と考えていい。南シナ海を聖域にしたい中国の思惑。ここからは各国の潜水艦事情について見ていこう。まず中国だが急激に質、量を増やしているのが特筆すべき点だ。国産の SSBN6 隻が同国の核戦力の要の一つで、搭載する SLBM の照準を仮想敵であるアメリカに合わせる。 SSBN は海中に潜り続けて発見されにくいので、核報復の切り札として核保有国は重視する。そのため敵潜水艦などが近づけない聖域の確保も重要で、中国は南シナ海をこれに当てようと考える。近年南沙諸島で選挙や軍事基地化を強引に進めるのもこのためだと指摘する専門家も多い。また性能アップにも熱心で、近く配備の単型 SSBN の弾道ミサイル搭載数は現行の2倍、24発になる模様で、 SSBN の総数も2030年までに2隻増の8隻体制にするらしい。
このほか SSN6 隻、通常型47隻を揃えるが、20世紀末までは骨董品とも言うべき第二次大戦型の改良型が大半で、太鼓を叩いて先行していると揶揄されるほどうるさく、探知も容易だった。だが2000年代以降はロシアの技術支援などで急速に近代化を図り、今や大半が現代戦で通用するレベルで先行時もかなり静かになったという。SSN や通常型の相当数には地上攻撃が可能な巡航ミサイルが装備され、また通常型のほぼ半数は AIP 搭載の国産、イワン型で揃える。世界初リチウムイオン電池型を開発した日本。中国に対抗する日本は10年ほど前までの潜水艦16隻体制を改め22隻体制とし、さらに何隻かの上積みも模索する。保有する潜水艦はすべて国産で、最新鋭の大型4000トン超は通常型では世界最大クラス。同艦とその前の双流型12隻のうちの2隻、残り10隻は AIP 搭載艦は世界初のリチウムイオン電池潜水艦で、総合的な能力は AIP よりも上だという。反撃能力の補助を決めた岸田政権は、2023年4月11日、潜水艦の魚雷発射管から発射する対地攻撃用の長距離巡航ミサイル射程 1000km 超の開発にゴーサインを出した。2021年度までに配備予定で、さらに艦内にミサイルを垂直に何発も並べたタイプの潜水艦の開発も並行して進めるらしい。国産を決意した台湾と弾道ミサイル発射タイプを配備した韓国。台湾は武力統一の野望を捨てない中国、習近平政権に対抗するため、2020年に潜水艦の初の国産に踏み切った。2030年までに8隻を完成させるというが、最大3000トンに達するヘビー級のため、初心者にはハードルが高すぎると不安視する向きもある。一説にはイギリス、フランス、スウェーデンの技術支援も噂される。現用の通常型4隻のうち2隻は第二次大戦で活躍した米潜水艦の改良型で、現代戦で使える代物ではなく、残る2隻も1980年代のオランダ製で老朽化が目立つ。アメリカが通常型を台湾に供与しても良さそうだが、残念ながらアメリカは半世紀以上前に原潜1本に絞って通常型の建造は行っておらず、在庫も技術もないのが実情だ。